うわすごいフェイクもしっかりハモるはい皆さん今回もご視聴いただきまして「誠にありがとうございます、えー、ミュージックステーション3時間スペシャル」という番組の中でですねニュースの増田貴久さんとそれから清水美ーシさんと読むんですねこのねおしゃれなお名前ですけどこのお二人でですね コラボされるとということで私は何の曲をやるのかなと思ったらその番組内で皆さんが3曲を選んで投票した中から1曲披露ということで,で3曲の中で2曲はやらないっていうなかなかすごい企画なんですねこれね前は XJAPAN のトシさんもねこれをやられてるのを見てましたけどその2曲もどっかでやってほしいなと思いますけど今回は、えー「オフィシャルヒゲダンディズム」の「 サブタイトルというね楽曲をどうやらこれから歌われるようなのでそれをちょっとね今から聞いてみたいというふうに思いますなかなかもともとがね難しい楽曲でしかも男性のキーでは相当やっぱりねキーが高いスタックももちろん高い音出ますけど地声で言ったり裏声で言ったりってもともとのヒゲダンの歌い回しがねすごく難しいんでそれをお二人でねどういうふうにこうハーモニー聞かせてくれるのか非常に楽しみそれでは 言ってみましょう。しゃっくり出ましたけども再生ポン増田さん清水さんにデュエットでパフォーマンスしていただくのはこの曲ですということでさあいきますよ凍りついた心には太陽増田君大事に歌ってるそのポジションを難しい音程だけど綺麗に取れてる思い込みを裏に変わって出てたんだよしっかり効果がかかって。 ごめんねいいですね、わ清水さんごめんねやってうわ下のハマり入ってやけどわわ清水さんコジティブの冷たさ冷たさと残酷さに気づいたんってうわ低いですよ男性のキーの低音もしっかり出てる素晴らしい清水さんねき嫌いことじゃないさあ増くん。 でる清水さんと交互に、ね、うわハモリで僕で封じ込めるもの溝だけはあるけど難しい歌い。わあ清水さん上行ってマサんしたうわ行ったり来たりすごいだマサ君「くんょ病な僕のこの一挙手一投」うわあここでまたハモリが入って「おおこっ クわー高いオとマソコ出てる。君にプレゼントしたくてもうわータカイ。わー清水さん落ち着いてるな。お手とけていって、消えてしまうけどでもうわあ高いマさコ。言葉がそこに託されたお前がうんう。胸を震わすのは諦められない。はい、綺麗なハモリ。 届くまでいや音切るタイミングもバッチリ少しだけ待っててうわほら切るタイミングすごいよ言葉はまるで雪のビ水さん安定してるねプレゼントしたくてねスタートして時間が経ってしまえばたいて難しいリズムだけど「泣きていい」ってうわうまい

もう少しだけ待っててうわすごいフェイクもしっかりハモるあ悲しみに手づくよでも高耳<っ>のそばでうわハモるきれいこれと考えてる雪が溶けても残 松田君うんありがとうとちょっと緊張しましたと増田君ちょっと今から他の2曲も歌わせてもらっていいですか、ね、と練習したのよそうだよねやっぱりぜひ聞きたいですけどまた今度お願いします <laughs> ミーシャさんどうでしたとすごく緊張しましたと手が震えてますよマイク持つ手が素敵な歌声ありがとうございましたーといやーいやーいやすごいですねこれ。 あのまずねやっぱ「サブタイトル」っていうこの「ヒゲダン」の歌難しいあのよくねヒゲダンの曲はこう音域が広いとかね高いとか言われますけどもちろんそうなんですけどそれだけじゃなくてその高い音にずっといてまた高い音いって降りてきてでその次にすぐ息継ぎしたらすごい低い音に行くみたいな。 の音の動く幅というんですかね。それから表現力も強く歌ったとこから急に柔らかくみたいな。まあ、逆もありますね。柔らかく歌ったとこから急にサビんところでこう。タワー丸でとこう強く張るみたいな。難しい要素がいっぱい入ってる楽曲なんですけど、まずその増田くんがそれをですね。まあ、丁寧に歌い始めからこうね。メロディーも。 非常に細かいですし言葉の乗っかりも難しいんですけれども丁寧に丁寧にこう歌ってきて前半は特にね、えー、リズム感それから音程の、えー、細かいピッチというんですかねそういうところをこう歌われてました丁寧に。でそこに清水ミーシャさんがですねまあその下のハモリに入る時も最初の音ってやっぱハモリの音ね もちろん頭で分かってるし練習もしてても実際パンと出す時にその音にピタッと当てられるかどうかっていうのはなかなかプロの人でもね結構勇気のいる部分ってあると思うんですよ。でもことごとくあのハモリが入るところの頭の音はもう清水ミーシャさん全部ピタッピタッピタッて大正解の音に入ってきます。でその音程もそうですしその出てる声の響きもまあもう素晴らしい。 そしてあの清水ミーシャさんの声というのがね本当にその良い響きだなというか声が非常に太いんですよね太いっていうのもその音の幅が太いというか広いのかなだから「あ」って言って出す時にも女性ですからどっちかというとこう高音の響きがね強い人が多いんですけど清水ミーシャさんの声っていうのはもちろん高音もスパンと出ますけど「あ」ってなった時に「うわ」下の「 同じ音の中の下の成分もすごくしっかり鳴るので前半のね男性キーでもちょっと低いんじゃないかっていう音までしっかり鳴ってますしでその清水ミシさんのこう安定した歌声と増田君のこの伸ばしたパンと張った声のバッと合わさった時の響き具合っていうのかな重なり具合がもう本当に。 心地い,いしもともとのそのサブタイトルと楽曲の動きが非常に激しいのでねそこにこうコーラスが入ったりするとちょっと下手するとごちゃっとなっちゃったりするもんなんですけどむしろ安定感を生んでましたね2人が声が重なった時に。で一箇所ねマター君が上行って清水さんが下行ってから一瞬増田君が下行って清水さんが上行くみたいななんか難しいこともサランとやられてましたけど。 で途中でも言いましたけどやっぱりね2人で歌う時っていうのはもちろん音程リズムもそうなんですけどこの伸ばしてる音の切るタイミングっていうのが非常に難しいんですよ。で特にこうねお二人がずっと一緒にやってるわけではもちろんなくて今回の企画として歌われてるのでその切るポイントとかっていうのはなかなかね息が合わないと難しい部分なんですけどもう聞きながらも言いました。うーん ってこう切るタイミングからもマイクが離れるこのねタイミングまでもぴったんここれはもう素晴らしい、まあ、お二人がどれぐらい一緒にこう歌う、ね、練習があったかわからないですけれども何回練習してもやっぱそこってね合わせに行って合うものでもないというか2人のこう持ってるグルーブ感というかねもう感覚センスみたいなところになってくるかもしれない。 で、まあ、どちらかかどちらかに合わすみたいになると切り際どうしてもこうね探ったみたいになるんですけど全然今回の2人が伸ばして切るところはもうお互いが気持ちよくわーって張ってってバッって切るところが同じというのがもしかしたらあのヒゲダンねオリジナルのやつに忠実にやってるって部分もあるかもしれないですけどだとしてもあんな0コンマ何秒もピタッと合うっていうのはなかなか難しいと思うんですけど。 非常にレベルで歌い方のこうなんつうのねベースとしては清水さんはどちらかというとハモりが多いのでとにかくこうね音程をきっちりきっちりという感じもともともう上手に歌える方だと思うんですけどより丁寧に音程をとっていた印象でしたし、えー、マスター君は もともとの、ままあ、サブタイトルと楽曲が難しいのもありますけれどもそれをしっかりオンテリズムを取るのは当たり前としてこの楽曲の持ってるこう世界観とか伝えたいことというところまで松田君はしっかりとこう体の中に入れ込んでですねでそれを、 表現もしながら歌われているというねだから音程リズムはも,もちろん合ってるところにプラス歌い方の先ほど言った強く歌うところ柔らかく歌うところそしてこう歌詞に合わせてこう表現表情も踏まえて、えー、声のねいろ、えー、んな歌い方出し方でこの楽曲の世界観を出すマスター君という歌い方そしてそこに安定した音でハモっていく清水さんというこのコラボがね 非常に素晴らしかったと思いますので今回選ばれなかった藤井風さんの「キラリ」という楽曲とそれからあいみょんさんの「裸の心」というこの2曲もねあのさっき松田君歌い終わって冗談でその2曲もやらせてもらっていいですかって言ってましたけどいやどっちもね相当やっぱテレビでやるかもしれないとなったら練習してたと思うんでこれね披露されないのが非常にもったいないなとリハーサルの音源だけでもねどっかでこそっと出してもらいたいぐらいの。 きっとクオリティに出来上がったと思うんですけれども、今回はまあね、え投票でオフィシャルヒゲダンディズムのサブタイトルが選ばれたということで、この楽曲を披露してくれましたけど、いや素晴らしいコラボでしたね。お見事。 はい、ということで今回は特別コラボでね、ニュースの増田隆久さんと、それから清水美医者さんというね、えー、方を二人で歌われたサブタイトルというヒゲ団の曲のパフォーマンスを見ながら勝手にお話をさせていただきました。皆さん、今回も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。